近代的な子を、ね、育てるためにその文学というものがあったわけですよね。それは別の言い方をすると、あの例えば社会的な虚偽とか、ね、不正があった場合は、うん、例えばそのリスクを負ったとしても、あのそれをちゃんと告発するような、ね、あの、うん、主体を育てていくというのが本当は文学がやってたことなんですよね。19世紀の文学っていうのはなんか、うん、あの若者というか個人が社会について考えるための結構蝶つがいというか窓みたいなもんだった、うんうん、でも20世紀の文学っていうのは今僕たちが生きている社会の前提条件を疑うためのこうなんかこう薬というか、なんていうかきっかけみたいなもんだと思うわけね。でなんかこういう視点からじゃあ今読まれるべきあの小説何かってことをこう21世紀のね、なんかどちらかというともうあのそういった劇20世紀を席巻した劇映画、映画とかテレビすらも過去の教養になりつつある今、じゃあどういう文学が今必要とされているのかというところから僕は問い立て直すべきだと思うわけですよ。作家というのは、ね、その小説を書いたり詩を書いたりする人だと思われているけれども、僕の考えはちょっと違ってまして、ね、もちろんその社会で流通しているその言葉に対して何かアプローチしていくというのか、そういう役割を本来負っているはずなんですよね。で、あのそういう役割をしかしちょっと今忘れつつあるのではないかなというのがね、本当はだから批評っていうのはそういうこうなんかあの価値の操作なんですよね。あのそれまで積み重ねられてきたそのなんか文学のでも何でもいいんですけれども、その情報をうまい場合にこう組み合わせて新しい価値をまあ創出していくというのがまあ文学の仕事なんですね。ニュースX